こんにちは。一生太らない食トレーニング研究所所長管理栄養士の木下智恵です。今までに砂糖不使用でも甘い発酵あんこを、小豆、手棒インゲン豆、りんご、さつまいもで作ってきました。その動画をご覧になった方から質問で、かぼちゃでも発酵あんこ作れますかという質問がありました。なんとなく作れるような気はしますが、作ったことがなかったので作ってみました。今日は砂糖不使用でも甘い発酵かぼちゃあんこの作り方を紹介します。完成した発酵かぼちゃあんこはこちらです。かぼちゃはもともと糖質が多く甘い野菜ですが、米麹で発酵させることでさらに甘く美味しくなりました。色もすごく鮮やかになった気がします。この砂糖不使用でも甘い発酵かぼちゃあんこの作り方、ご覧ください。かぼちゃは種を取って皮を取り除きます。はい、皮を剥いたら一口大に行きます。一口大に切ったら蒸し器で火を通します。かぼちゃ20分蒸してとても柔らかくなったので潰していきます。熱湯消毒したヨーグルトメーカーの容器に蒸したかぼちゃを入れていきます。ポテトマッシャーで潰します。温度計で温度を測って60度以下になったら米麹 100g を加えてよく混ぜます。麹とかぼちゃをよく混ぜたら発酵させます。ヨーグルトメーカーで60度10時間発酵させます。発酵開始から1時間経ったので中をチェックします。まだ水分は出てきてなくて、米麹も乾燥してる感じがします。発酵始めてから2時間経ちました。はい、水分が出てきて少し全体が柔らかくなってきました。発酵始めてから4時間経ちました。パッと見た目にも水分が出てきていることがわかります。かき混ぜてもしっとりしています。6時間経ちました。かなりしっとりとしています。色もなんかすごく濃くなってきたような気がします。ちょっと今味見をしてみたんですけど、すごく甘くなっています。ではあと4時間発酵させます。はい、10時間経ちました。中をチェックしてみます。はい、水分も出てきてとっても柔らかいあんこになりました。
った発酵かぼちゃあんこです。なんかかぼちゃの色がすごく濃くなって美味しそうです。初めて作った発酵かぼちゃあんこ、美味しそうな色に仕上がりました。結構緩めのあんこに仕上がったので、所長もちょっとこう水分飛ばした方が好きなので、お鍋で水分飛ばしていきます。緩めが好きな方はそのままでいいと思います。麹のつぶつぶが気になる方はフードプロセッサーなので混ぜると気にならなくなります。弱火にかけて水分を飛ばしていきます。好みの硬さになったら火を止めて冷まします。これで砂糖不使用でも甘い発酵かぼちゃあんこ完成です。発酵かぼちゃあんこ、とっても甘いです。甘いものがあまり得意でない私には十分な甘さです。砂糖を使わずに自然な甘さを味わいたい方におすすめのあんこです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。発酵かぼちゃあんこ作ってみたい、食べてみたい、おいしそうと思った方はいいねボタンを押してお知らせくださいね。こんなものでも発酵あんこ作ってほしいというものがある方はコメント欄で教えてくださいね。食トレーニング研究所 YouTube チャンネルでは一生太らないレシピや太らないコツをお伝えしています。チャンネル登録がまだお済みでない方は見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画で皆様とお目にかかれることを楽しみにしています。